宝塚ホテルとは、兵庫県宝塚市栄町にあるホテルである。阪急阪神ホテルズが運営している。休館は、向こう側の右岸にある宝塚温泉の並びに位置する。宝塚歌劇団の公演を行う宝塚大劇場のオフィシャルホテルに指定されており、ホテルでも団員や OG によるショーが随時開催されている。1926年に創業。休館は、 創業時の建物である。創業当初は、阪急とは無関係であったが、数年後に、阪急が施設を引き継ぐとともに、六甲山に分館を開業した。戦後、新中軍用の施設として接収され、営業を停止した期間があったが再開。1950年12月8日には、政府登録国際観光旅館の指定を受けた2013年10月22日。 レストランでの食材偽装問題が発覚した。詳しい経緯は、阪急阪神ホテルズ不祥事を参照。2015年、老朽化に伴う取り壊し及び移転が発表され、2017年5月18日に、詳細な計画が発表された。2020年3月31日までは、旧建物で営業を続け、そのまま一旦終了した。新しい宝塚ホテルは、 宝塚大劇場の西側隣接地に建てられ、2020年6月21日に開業した。当初は2020年5月14日に移転開業予定だったが、新型コロナウイルスの影響で移転開業日が遅れることになった。新ホテルの支配人には、元宝塚歌劇団月組組長の憧れゲ由リノが就任した。旧館は2020年11月より解体され、 跡地には分譲マンションが建設される予定である。阪急沿線を中心に、阪急阪神ホテルズ直営の宝塚ホテルの名を、関した景気店やホテルの味を提供するレストランが出店している。このうち、HB 商品事業部が手掛けるショップ及び、駅内売店については2014年1月から3月までに、全店閉店となった。 向こう側のあぜに立つ宝塚大劇場とバウホール。当時の社名は、阪神急行電鉄。国際観光ホテル決まる。日本経済新聞昭和25年12月8日3面。メニュー表示と異なった食材を使用していたことに、関する、お詫びと、お知らせ。宝塚藩に愛され89年老保ホテルが、移転新地区へ。朝日新聞。2019年8月7日閲覧。 宝塚ホテルの移転計画について、阪急電鉄、阪急阪神ホテルズ、2019年8月7日閲覧。AB、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、宝塚ホテルの移転開業日を6月21日へ延期します。阪急阪神ホテルズ、2020年4月22日閲覧。新しい宝塚ホテル支配人に、元、 宝塚歌劇団、憧れ花百合のさんが就任阪急阪神ホテルズ2020年6月10日、解体工事が、始動、3月末に営業終了の旧宝塚ホテル、敷地面積は1.1ヘクタール。建設ニュース。https コロンスラッシュスラッシュ www.constnews.com スラッシュ。 p イコール88,8932021年1月12日、閲覧。私立文化芸術センター、庭園について、宝塚市。2019年8月7日閲覧。ただし、1980年代まで、宝塚ファミリーランド内の施設として、宝塚大温泉の営業を行っている。関西学院会館、関西学院会館の運営を受託。 阪急阪神ホテルズ宝塚ホテル2019年8月7日閲覧ありがとうございます。